分かっているのか。多大な犠牲を払ったのだぞ。手に入ったのがクズテスとあっては墓に沈んだ者も浮かばれぬわ。魔女を捕らえてあの釜の秘密を吐かせてやる。知らぬというなら首をはねるまでだ。誰か勝手に行こうとするあの愚か者を止めてまいれ。 まさかこのわしに本気で歯向かうわけでもあるまい。わしが魔女を探しに行く。グウェンドリン、後を頼む。お待ちください、お父様。一国の王が城を開けるなど一大事。私が魔女を逃がさなければこんなことにはなりませんでした。どうか私に挽回のチャンスを。魔女を捕らえてまいります。 グウェンドリン、待て。はい。いいか、魔女を手荒に扱うな。彼女は、いや、彼女は身分あるものだ。礼を尽くせ。王のおっしゃるがままに。
Ha ha ha!
何か買っていきなよ。いくら有名とどろくワルキューレさんでも腹が減っては始まらないよ。
乱暴はよしてくれ。おいらは悪いことなんてこれっぽっちもやっちゃいない。いいゴブリンさ。品物の出所は言えないがね。望みは叶わぬぞ、ワルキューレ。私を追い詰めようと答えは同じ。戻って魔王に告げるがいい。お前たちの訴えなど聞く耳はないと。お前に選択の余地はない。あくまで結晶炉を動かさぬというなら、その魔槍と私の鎖は共に再犯。戦えばお互いただで進まない。臆したな。虚勢を張ってもその程度。命が惜しいなら汚名に従え。触れずに置けばいいものに触れ、命を縮むむちもお前。あの結晶炉を使えば遠からず世界に終焉を招くのです。私の祖国バレンタインを襲った悪、それもあの呪わしい結晶炉が引き金となった。あれは最悪のもと、あってはいけないものなのです。一夜にして滅びたという魔法大国バレンタイン。お前たちの言う終焉の話なら知っている。世界が5つの災いで破滅するというバレンタインの予言。その災いの一つ、絶望を吐き出す大釜。そう書かれた下りが結晶炉を指すというのだろう。だが所詮は滅びた国の迷信、真に受ける者はいない。大陸全土で戦争が始まり、勝ち残った国が全てを支配する。お前たちの国で信じられる未来こそ魔王に都合の良い虚言なのです。王が皆を騙しているというのか。愚弄すると許さんぞ。さあ、戯言はそこまで。必要ならばお前の命を奪ってでも。
二人とも戦いをやめるのだ。お父様、なぜここへ？こんなことになっているのではないかと来てみれば。砲台。二人は傷つけ合ってはならぬ。下がっておれ、グエンドリン。そしてこれからの話に口を挟むでないぞ。ベルベット、一段と重さしが母に似てきたではないか。我が娘よ、なぜ私の邪魔をする。娘などと呼ばれたくありません。私が何も知らないとお思いですか。バレンタインとラグナ・ネイヴェル、二国の戦いの最中、あなたは王女であった母に身分を偽って近づき、諫言で惑わした。そして母が身ごもると見捨てて逃げたのです。母は敵の子を産んだために父王の怒りを買い処刑されたのだ。あなたのその手で殺したも同じこと。それは違う、娘よ。わしらはお互いに何者か知らなかったのだ。逃げたのではない、引き裂かれたのだ。わしは本当に王女を愛していた。お父様、それごとを。母を愛していたというのなら、そこにいる娘は何なのです。あなたなど父とは思いませんし、望みを叶える気もありません。これはこれは、王を追ってきてみれば、とんだ修羅場。かつての敵国の女とそのようなことが。ブリガン公、突然滅んだとはいえ、バレンタインは我らが旧敵。血で血を洗う戦いの最中に王が敵の王女と通じ、ここまで儲けていたとは。いやいや、国民もさぞ混乱するであろう。だがわしは王の忠臣、口が裂けても他言はするまい。だが例の釜の話はそれとは別だ。さあ一緒に来てもらおう、魔女殿。力ずくでも釜は動かしてもらうぞ。魔法炉をどうやって止めたのか、鍵となるものがあるはずじゃ。魔女よ、命が惜しくば話すがよい。知ったところで、そなたたちにはどうすることもできません。コルドロンを制御できるのはティトレルという名の指輪。指輪は今竜のもとにあります。誰もがその名に震え上がる恐ろしい竜、ワーグナーの腹の中に。なんということじゃ。よりによってワーグナーとは。王よ、我が国にこれほどの仇を成した女をどうされる。コルドロンの魔力が使えねば、いずれ来たる最後の戦いはかつての悲壮なバレンタインとの戦いの再現になろう。兵や民に何と説明されるのだ。分かっておる。こやつの血を竜に捧げ、指輪を取り戻すのだ。魔女を生贄にする王命を。血で皆の憤りを抑えよ。おや、王は浮かない顔だ。何か魔女をかばわねばならないわけでもあるのかね。かつて我らを苦しめた国の娘と我が王の間に何か。ブリガン、お主。王命は告げられた。その魔女は生贄とする。チャリキ
魔女め、王の慈悲で生かされながら恩をあだで返すなんて、決勝炉の戦いで行かれたグリゼルダ様のためにも許せない。ブリガン将軍が処罰なさるわ。先ほど魔女を引き立ててホルン山へと出立された。